今月19日に無投票で5回目の当選を決めた御所市の東川市長が今日初登庁しました。今日午前11時市役所に姿を現した東川市長は集まった市職員から拍手で迎えられ、花束を手渡されると笑顔で感謝の言葉を述べました。皆さんありがとうございます。続いて各部署の部長、課長ら管理職を前に訓示が行われました。東川市長は各課の垣根を越えて連携して職務に当たることの必要性を説き、担当課でなくても主体的に我が事として捉えてほしいと力を込めて訴えました。東川市長は今月19日に告示された市長選挙で無投票で当選を決めていて、5期目の市政は来月16日からスタートします。